そう、安楽パワハラ問題、石前監督に飛び火わらわら。万年 B クラス、安楽のパワハラ見抜けない、見て見ぬふりしてた。これ地味に戦犯やろ。派手に戦犯って。派手に戦犯だろ。あれだけ補強したのにこのざまはねえ。GM 時代から時間をかけて楽天を丹念に破壊した。そもそもなんで石井が楽天にいるんだよ。まあいいじゃんそういうの。この件で12球団ワースト監督になった。采配だけの監督と違ってチーム作りをしたのも石井だからかばう余地がない。野村が撒いて星野が刈り取って石井が燃やした。若手から〇〇さんにこんなことされてって話を聞いて動かない監督って、12球団見回しても石井だけやろ。一部報道で球団の調査によると40人は知ってたって話だったけどさ、 GM もやってた、監督が一切知らなかったとかありえるのかね。知ってて握りつぶしてた、カス。知らなかった、チームからはぶられてる。だからどっちでも終わってるんだよな。てかそもそも GM と監督兼任するほどカリスマ選手だったっけ。お友達とは仲良くできるだけで組織運営できるタイプではなかったな。めっちゃ飛び火してて草。